さあ、続きまして、本日晴れて埼玉西武ライオンズの選手としてファンの皆様の前にユニフォーム姿を披露した新入団選手それぞれから自己紹介とプロ野球選手になる抱負を語っていただきます。まずは高橋投手、よろしくお願いします。背番号17番投手の高橋光です。前橋育英出身です。ファンの皆さんから愛される選手となり、一日も早く一軍に上がってチームに貢献したいと思ってます。応援お願いします。ありがとうございます。続いて佐野投手。平成国際大学から来ました佐野康雄です。背番号は34番です。自分のアピールポイントとしては、投げる体力には自信があります。先発なら長いイニング、中継ぎなら連投など、チームが勝つためなら何でもやろうと思っています。そのために早く西武ライオンズの一員として頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは外崎選手お願いします。富士大学から来ました外崎修斗です。背番号は44番です。ポジションは内野手です。少しでも早く皆さんの期待に応えれるよう頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは玉村投手お願いします。背番号38番の、玉村雄介です。自分のアピールポイントは、投げっぷりなので、やっぱファンの皆さんもそういうところを見て応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて山田選手お願いします。高いところから失礼します。背番号52、佐賀工業高校から参りました、山田遥香と申します。自分は、甲子園など大きい大会に、出場していないため、自分のことを、知っておられる方は、いらっしゃらないと思いますが、これから、しっかり、覚えていただけるように、しっかりインパクトのある、選手になって、チームに貢献できるような選手になりたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に戸川選手お願いします。北海高校から来ました戸川大輔です。背番号は122番です。ポジションは外野手です。自分はみんなと違って背番号はまだ3桁なので、1日でも早く2桁になってファンの皆さんに応援してもらえるような選手になれるように一生懸命練習します。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。厳しい戦いが待っているプロ野球の世界に足を踏み入れたルーキーですが、ファンの皆様の後押し、温かいご声援によりこれから成長していくことでしょう。ぜひ若獅子の応援をよろしくお願いいたします。